関や伊予之助と言いましたのは、亡き院がお隠れになりました明くる年、常陸の神になって下って行きましたので、あの母木にも伴われていったのでした。妻におさすらいになりましたこともはるかに聞きまして、人知れずお忍び申し上げないでもなかったのですが、心の内をお伝え申す便宜さえもなくて、筑波根の山を吹き越してくる風に言づてを頼みますのも不確かな心地がしまして、全く何の音信もなしに年月が過ぎてゆきました。渡航するうち、いつまでと限られていた御旅住まいではありませなんだが、君も京へお帰りになりまして、そのあくる年の秋に日立は登ってきました。ちょうど関へ入らんという日に、源氏の君は石山へ護岸ほどきにお参りになるのでした。京からあの木の神などというせがれたちや、そのほか迎えに出た人々が、殿が御参詣にお越しになりますと告げましたので、定めて道中が混雑するであろうぞと、夜の明け方から急いだのでしたが、女車が多くて、仰々しく練ってきますので、日がたけてしまいました。打ち出の浜を通る頃には、殿は粟田山をお越えになったと触れながら、先駆けの人々が道も塞がるほど入り込んできましたので、南な関山で乗り物を降りて、ここかしこの杉の下陰に車どもを引き入れ、牛を外し長江を下ろして、気がくれにかしこまりつつお通りを大神申し上げます。一行の車のあるものは後ろから来させ、あるものは先に立たせなどしましたけれども、それでも一族が多いらしく見えます。今も10両ばかりの車が並んでいます中から、袖口や衣の色合いなどがこぼれ出ていますのが、田舎臭くなく、よしありげに見えますので、西宮のご下校かなんとの折の物見車をお思い出しになります。殿がこのように、久々で世にときめくようにおなりなされましたので、数も知れず、付き従うています先駆けの者どもが皆その女車どもに目を留めるのでした。長月の月末のことですから、紅葉の濃いのや薄いのや霜枯れの草のムラムラなどが面白く見渡されますのに、関屋からさっと進み出た御行列のそれぞれの旅姿が、いろいろの刈青の人柄に合った縫い模様や絞り染めをしています様子も、いかにもしっくりと風流に見えます。御車はすだれをお外しになって、あの昔の小君が、今は上門之助でいますのをお召しなされて、今日はわざわざあなたのためにお席迎えに出てきましたが、この志をおろそかにはお思いになりますまい、などと仰せられます。お胸の内には、考えを催したもうことどもが多いのですけれども、一通りのご伝言しかできませんので、せんすべがありませぬ。女も人知れず昔のことを忘れずにいますので、往事を思い起こして哀れを覚えるのです。ゆくとくと、せき止めがたき涙をや、絶えぬ清水と人は見るらん。心の中で読んだだけなので、君は、知りたもうはずもないと思いますと、何の甲斐もありませぬ。石山からお立ちになります折は、上門之助がお迎えに来ました。このほどお供もせずに行き過ぎてしまったお詫びなどを申し上げます。昔、わらわであった頃には、大層親しく可愛がっておやりなされましたので、女爵をさせていただくまで、君のおかげを被っておりましたのに、あの、思いがけない出来事がありました頃、世の取り沙汰をはばかって日立へ下って行きましたので、それから後は少しお心に隔てを設けていらっしゃいましたが、そんなことは色にもお出しになりません。以前のようではないまでも、やはり親しい家人のうちには入れていらっしゃるのでした。紀伊の神と言いましたのも、今は河内の神になりました。その弟の右近の城を下巻させられて須磨へお供をして行きましたのを、格別にお取り立てなされましたので、それで初めて人々は思い当たりまして、なぜちょっとでも世間の人気にへつらう心を起こしたことかなどと後悔したのでした。右衛門之助をお召しになって、御文をおことづけになります。もうお忘れになっても良さそうなものなのに、ずいぶん気長でいらっしゃることかなと、助は思うのでした。この間は尽きせぬ縁があったからだと思いますが、そうはお感じにならなかったでしょうか。和倉版に行き合う道を頼みしも青貝なしや潮ならぬ海。関森の海がこの上もなく羨ましく妬ましく思われたことです。とあります。あまり久しく途絶えていたので改まった気がするけれども、心の内はいつも変わりなく、つい今日あたりのことのように感じるのが癖なのだ。そんな好き好きしいことを言ったらなお憎まれるかもしれないが、と仰せになってお渡しになりますので、ありがたく存じ上げてかの人のところへ持って行きまして、やはりお返事をおあげなさい。まさか昔ほどのご執心は終わりになるまいと思いましたら、今も同じようでいらっしゃるのがお懐かしく、もったいないではありませんか。かようなお取り次ぎは無用のことと思いますけれども、私でさえすげなくお断りしかねるのです。女が情に任されて、御帰りごとを申し上げるぐらいなことは差し支えないでしょう、などと言います。今ではましてひどく恥ずかしく、何かにつけておもはゆい心地がするのですが、お珍しいお便りにこらえられなくなったのでしょうか。大阪の関やいかなる関なれば、刺激嘆きの中をわくらん。夢のようでございます。と聞こえあげます。愛しいにつけ、恨めしいにつけ、忘れられないものにお思いになっていらっしゃった人のことですから、なお折々はお便りをなすってお試しになるのでした。そんな間に常陸の神も年の加減でしょうか、始終あずらってばかりいまして、心細くなってきましたので、せがれともにただこの人の後々のことを言い残して、何事も好きなようにさせてあげて、私がいた時と変わらないようにお使い申せ、とばかり明け暮れ言っていました。女君がとかく苦労の多いすくせで、この夫にさえ先立たれたら、末はどんな風に落ちぶれるであろうと嘆いておられるのを見ますと、命は限りのあるものですから、惜しいと言ってとどめることもできず、なんとかこの人のために魂を残してゆけないものか、せがれともの気持ちもわからないしと、心配で悲しく思っていたのですが、あまならぬものでやがて亡くなってしまいました。その当座こそ、あんなにおっしゃっておられたのだから、などと皆が人情のありそうな風をしていますけれども、それは表面だけで辛いことがいろいろあります。それもこれも浮世の常ですから、我が身一つの不運と諦めて、嘆きながら明かし暮らしています。が、ただあの河内の神だけは、昔から思いをかけていまして、少し優しい様子を見せるのでした。ああいうご遺言もあるのですから、私のような数ならぬものでも隔てを大きになさらずに何なりと仰せつけてください、などと追従してきまして、浅ましい心の底が見えましたので、自分のような因果な身がこんな風にして生き残っていると、挙句の果てはどういう珍しい嫌な話を聞かされるかもしれないと、密かに悟るところがありまして、誰にもこうと知らせず尼になりました。付き添っていた女房たちもなんという情けないことかと力を落とします。河内の神も大層つらがって私をお嫌いになったのですね。まだまだ先が終わりになるお年でどうしてお過ごしになるでしょう。などと言ったりしたことでした。余計なおせっかいだ。などと世間では言いましたとやら。関や読み切り。